大中富清まろは、奈良時代の苦行、歌人。名は、新万里、清志万里とも書く。姓は、中富の阿蘇の地王中富阿孫。中納言、中富のお見まろの七男。神は、聖に、右大臣。三河城、四季部大、進む、仁義、大輔、仁義昇福などを経て、天平十五年中五位した、仁義大福に助任される。 正務庁末の天平19年を割り紙として、地方官に転じるが、高県庁に入り、天平商法3年15以上に除せられ、天平商法6年人義大福に官任しついで、左中弁に任ぜられた。その後は、天平商法9歳生5位した、天平法寺3年生5以上と、藤原仲丸政権下において、順調に昇進し、 天平法治6年正月に十四人した女性られると、同年十二月には、中丸の子である、君寿丸、朝刈りと共に参義に除任され、苦行に列した。また、同年八月には、藤原里志寿丸、城上正道らと共に、中宮の院に辞して、順任天皇の直視の先風、伝達する任務を務めた。翌天平法治7年左大弁、節大部を兼ね、 天平法治8年正月には14以上に任せられる。しかし、同年9月に発生した藤原中丸の乱においては、貢献上皇側について、正四位下に少女され、翌天平神五元年には、君四等の叙君を受ける。また同年、聖徳天皇重祖後の大上会に、神義北として愚部したが、幾度にも渡り神義官の官員を務め、 精錬で勤勉であることを天皇より称され、十三味に除せられている。聖徳朝から公認庁にかけても、神語慶運二年中納言、神語慶運四年生三位、大納言と引き続き昇進を続け、放棄二年には、左大臣、藤原長手の皇居や、右大臣、木尾牧尾の知事に伴い、十二位、右大臣に除任されて、 以後放棄11年末まで大上官の主犯を占めた。なお、放棄2年皇太子、大沢親王の東宮風となるも、翌放棄3年、大沢親王が皇太子を廃されたために、東宮風を免ぜられる。しかし、放棄4年に今度は山部親王が立体死すると、再び東宮風に歓任された。また、この間の神保慶雲3年、中富野阿村から、 大中富屋村政に改正している。法規三年生に、天皇元年、官務天皇の即位後まもなく、知事を許され、延暦七年七月二十八日公挙、去年八十七、最終官位は、前右大臣政生に、国家の昔のことをよく知っている老人であり、朝廷の儀式について、多くをソランジかつ熟練していた。行為の感触にあって、 政務を見るにあたって、年老いても正金で怠ることがなかったという。当時としては、異例の87歳という長寿を保ち、文武朝から菅武朝の旧朝に渡っていき、正武朝から菅武朝の陸朝に仕えた。歌人として、万葉集に御種が再録されている。中期のない者は、俗に本気による。中富の死刑図による。ありがとうございます。